こんにちは、ちょめです。今日はね、マイクテストです。テスト動画なので、できれば簡単なコースが良かったんですけど、デスクトップ音量がマイナス 29.9 デシベルで、ゲインが3分の1になっております。で、マイクがなんかステレオみたいな感じで、小声でマイク15センチぐらいね、近づけて話してる感じですね。いや、全然見れない、下画面とかも。ちょっとね、設定をやってる。私って、夜とか、結構、実況撮れないんですよね。だから、小声でもできる ASMR? なんか、そんな感じのがいいのかなとか思ったりとかしてからね、ちょっとやってるんですかね。なんとかな走れてる。これ飛んでくるぞ。だから、どうなのかなと思ってね、ちょっとやってる感じですね。溶けくるな。下画面見とかんやけんな。わあ、先言っとけばいいのにね、この人。ほら、絶対自分が損するだけやけね。絶対前に出とった方がいいと思うよ。どうせこのコースだからさ、ね、2位とかも取れるしね。まあ、よかった。でも止まってくれて、実況が取りやすくなった。やばいやばいやばい。これはやばいとこ。もう待ってよ、このスリップストリームは。反則だよ。で、マイクの位置はね、うわ !15 センチぐらい離してる。で、でもたまにこうやってうわっとか言っちゃったらちょっと音量がでかくなっちゃうかもしんないな。ね、キノコばっか出る。どうなんだろうね。で、あと、これがね、見て、右耳みたいな感じ。すごいでしょ、これ。右耳とかもできるんですよ、設定。危ね。で、これが左耳かな?ね、左耳だけ聞こえるでしょ。あ、でもトゲだ。私止まんないよ。一回ぐらい受けても全然大丈夫だからね、これ。普通に前走ってたら。こんな感じで。一気に行けるから、ほら。だから絶対止まらない方が良かった。ね、ほら、1位走れるから。仮にね、さっきトゲ食らったとしても絶対2位だから。で、これ長いコースだから絶対ね、今みたいに、絶対トゲはもう一回来るからね。普通に走っとったら、私が1位走っとって、これ赤消してんやいけんな。ここで赤消しよう。いや、2位取るしかねえな、これ。後ろ投げてくるかな。あぶね。でもそれ、失敗よ。私がここで赤3引いたらどうすんの?ね、赤3引く可能性だってありますからね、私が。でもうまいな。ありがとうね、対戦。じゃあちょっと次はね、思考を変えてやってみますね。なんかいろいろ今日マイクテストなんで、おお、何これ、うわ、あ、チーターなんだ。あ、チート使わなくてありがとうございます。あ、これ感謝だ。この2位の人に感謝。マジでチート使ってないから普通に走ってくれてる。2レース目は単一思考性っていうのにしてる。さっきのステレオじゃなくて、ステレオだったら右耳とか左耳とか、なんかね、脳の中にね、声が聞こえてくる感じなんだけど、この単一指向性っていうのは、なんか普通に喋ってもある程度いけるみたいな感じの、なんかゲーム実況者がよく使ってる感じのやつになるんだよね。それのね、小声実況はどんな感じかっていうのを。てか走りながら喋るのって難しいぞ、これ。で、あとチーターの人もね、普通に走ってくれてる。すっごいいい部屋ですね。本当ありがとうございます。ねえ。こういう人は歓迎だよ。チーターでも。で、あと、ゲーム音はね、普通より低い。本当にね、ゲーム音は低い感じに設定してる。まあ、あと、原因の設定とかもせんやけん。だから夜とか実況、ね、こんな感じのさ、小声実況ってさ、どうなんだろうと思ってさ、ちょっとテスト感覚でね、撮ってる感じ。まあ、例えばこれがね、さっきの言う右耳ですね。右耳から聞こえてないでしょ。なんか単一指向性だから全体的に聞こえてると思います。で、これが左耳。ちょっとこの辺で左耳とかやるの難しいな。バナナめっちゃ置いちょっちゃろ。ね。だから、これでやってる。ちょっと難しいぞ、これ。クッパキャッスルだからね、マイクテストがなかなかできないんですよ。今、あ、ちょっと15センチじゃない。ちょっと近づきすぎてるな、マイク。ダメだ、これ。マイクの距離もね、ちょっとテストしないといけないんだけどね。ちょっと外すか、これ。いや、マリオカートってあまりマイク近づけないからね。
で、あと、これがね、私の結構高い声なんですけどね、どうですこれ、結構高い方なんですよね。めっちゃ高くするとこんな感じになるんですけどね、高い声はね、こんな感じ。私ね、めっちゃ高い声出せるの。高すぎるとこんな感じ。ただね、高すぎると聞こえないかもしんない。だから、このぐらいの高さの方がいいのかな。で、あと低い声も出せるんですよ。結構ね、音域ってね、これ全部、ボイチェンじゃなくて、私の声ですからね。ちゃんとね、いろいろな声を出せるんですよ。でもあまり聞こえないから、ちょっと次はゲーム音を上げますね。ちょっと設定を変えよう。マイナス30から、もうちょっと聞こえやすいようにするか。マイナス、普通に、こんぐらいの声が普通にいいかな、出しやすいかもしれないな。ちょっとマイクテストだから今喋ってる。マイナス16ぐらいにするか。ゲームじゃなくて。マイナス16って分かりづらいかな。あ、いいか。マイナス20ぐらいにするか。で、今はデスクトップ音量をマイナス20にしたから、ゲーム音がね、でかくなったと思う。ちょっとゲーム音が聞こえてる。で、またね、単一指向性じゃなくて、ステレオ、ほら、右から声が聞こえたり、左から声が聞こえる設定にしてますね。うわ、難しいな、これ。ちょっとノートを見ながら、赤コーラが来るな。いいよ、当てても。最初だから追いつけるから。投げて、早めに投げて。早めに赤コーラ投げて。うわ、怖い。どうですこの音量。あと、原因の音量とかも、いろいろ設定しないとあかんな。なんか、うわ、すごい。また当ててる。これはまあ、6人だし、交換するか。あー、怖い。じゃあ、のこ。あ、ごめん。キノピオごめん。マジでごめん、今のごめんよ、ほんと、キノピオちゃん。のこちゃんに当てようと思ったんだよ。のこちゃんはあれか、やってるからあれだけど。後ろが怖いな。キノコ怖い。葉っぱか。葉っぱいらんな。これ後ろの人チーターだからな。本当はね、停止してからね、緑コーラやっつけたかったんだけど。やっつけるわけが。てか、この後ろの人うまいよね。さっきから思ったんだけど。普通に追いついてくるから、私この後ろの人とさ、ワンツーフィニッシュでもええな。トゲが出たら OK みたいな。これが右耳。これが左耳。ちょっと顔の位置をね、変えないといけないから難しいんだよな。な、前のノコノコさん追いつけない。うわっ、見てなかった。下画面見てなかった。トゲくるよね。いや、マジで見てなかったな、今の。うっそ。あそこのバナナって本来警戒しないといけないんだけどね。マジで。オッケー、トゲきたわ。ノコノコちゃんに当てよう。で、この赤コーラでね、あなた。ああ、あかん、ごめん。デスコンしようと思った。トゲで一気にいくね。当たったか。あ、よかった、赤コーラ投げとって。ボムあるよ。注意やで。通ります。このボムを置かんようにしとこう。ああ、でもキノコで。私じゃないよ。あなたが突っ込んできたんだからね。ごめんよ。大丈夫か、トゲ来ないか。クッパ様の看板にぶつかろうと思ったけど。まあ、こんな感じのね、なんか音量テストと、あとゲーム音か。どんな感じになってるのかっていう、ね、投稿しながらテストするという。本当はね、裏でやるのが普通なんだけどさ、こういうのって実況。私のはまあ実況しながら、そのまま投稿するスタイルだから。どうなんかなと思って。ね、ASMR 実況ってどうやって撮るんですかね。こんな感じで撮るのかな。サカ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 サ。こんな感じか。ASMR。ちょっと、実況者になろうかなと思ったんだけど。どうなんだろうね。単一指向性とどっちがいいんだろう。音量もうちょっと上げた方がいいのかな、俺。マイナス、10ぐらいにしてみるよ、次。デスクトップ音量、マイナス10です。あと、また高い声とか、ね、普通の声で、どんな感じになるのかっていうのを見せてなかったな。今何レース目だ ?3 レース目か。ちょっとゲームもまたでかくなったと思う。わ、マリオサーキットに挟まれたな。こういうね、なんかゲームの裏側みたいなのもなんか見せれる。ちょっと途中一回カットしちゃったけどね、設定で。でも本来こんな感じで、ここの部分をカットしてる感じですね。なんかみんな選んでるな。マリオサーキットか。ただこの偽トロは難しいね。ちょっとマイクを倒してみるか。倒してみる、今回。ちょっと倒してます、今、マイク。倒したらどうなるのかっていう。手前に倒してる、私の方に。
どうこれ ASMR ちょっとうまい感じに言ったら実況撮るよ私。こっちの声に撮るか。おーいいねみんな言ってる言ってるあと画質だよね。ニセトロだからさ画質悪いのはしょうがない。バカした何やって。あごめんあおめいりょうさんごめん、このおしるこさんごめん今絶対私が悪いよ何も持ってないのにさ中に入ってるっていうのが本当今の妨害みたいな感じだよな、ね、これが右耳ね。ちなみにこれが左耳。ゲモンさっきよりでかくなったでしょ。わー強めちゃめちゃ強いよどこで交換するかだよね。あ5位で取れるんならさこのアイテム交換だな絶対。みんなが前アイテム取った後あデイジーさん一緒に行こう前デイジーさんはいけるで。わあ最悪これはね、どうしたみんな止まってる。いや、これ嫌なんだよ、私。トゲは一番いらないよ、こんなの。ただ赤コーラが来たら終わりだよ、こんなの。これなんかね、遠藤さんのリアルタイムアタックの、あの、RTA ジャパン見てからさ、なんか早いやり方があるらしいんだよね。それちょっとまだ練習不足でね、ちょっとできない状態だから。ちょっと今度やっとく。なんか結構簡単にできるらしい。もう一回ちょっと動画を見直そう。赤コーラ来たら終わる。あ、赤コーラ来ちゃった。投げられてるよね。これをどうやって消すかが問題。ダートだからね、隣。わあ、ほら。おお、いいね、雷、ナイス。普通にぶつかってくれば、でもトゲ出るな、これ。普通に。尻尾いらないよ。赤じゃなかったら捨てたい。赤コーラか、捨てれねえな。あ、でも消してくれる。ありがとう、これ。マジで助かる。わ、トゲだ。これ、自滅です。うっそーんマジか。そう来るか。そう、早く降りすぎたんだね。まあ、でも大丈夫よ。最後の一発逆転あるから。ここで。サンダーは出ないか。パワフル出るかな、5位で。後ろスリップストリーム取られてる気がする。キノコ。いや、消せばいいよ、でも。赤コーラ引いてる。キノピオさんやられるんじゃね？後ろの。あ、でもスターで来てんのか。いやー、なんか、トゲミスったね、あれ。だからね、サンダー使った時に、キノコだったらね、良かったんだよね。トゲゾウ以外が欲しかったね。次も、デスクトップ音量はマイナス10ぐらいなんですよね。で、あと手前に倒しとって、単一指向性です。ほら、右とか左とか離しても変わらないみたいな感じですね。で、真ん中のやつをやっておりますね。あ、ミドさんか。これはどうする？まだ装備しない方がいいな。周りをやっつけたくない。まあ、みんなやってられてんじゃん。もう今装備するか。これ前に出たら勝てるな。みんな詰まってる。いやー、クソ、あの、のこのこ。いいね、ルイジーさん。なんかルイジーさん、結構引くね。赤コーラ。ちょっと早く投げてくれ。マジか、ここきついんだよな、前に出ないと。いいね、ラッキーセブンは。どうです、単一指向性は。おお、びっくりした。なんか止まったりしてるところです、大丈夫。なんか無差別妨害してる。周りの人。いや、違うかもしんない。ただ遊んでるだけかもしんないけどね。これどうする？もう捨てたいよね。わ、でもここ怖いな。ルイジーさんが赤コーラ持ってるから、一応装備しないとあかんね、これ。これ使っとくか。どうするか。当たったみたい。このまま行くか。レイジーさん落ちちゃったね。サンダーが出たら使うか。尻尾いらんよな。いい、このまま行こう。ちょっとマイクテストだから喋らないといけないな。ちょっと高めの声にしてみる。このぐらい。ちょっと高いよ、これがね。私の高い声なのよ。こう。なんかね、私もなんか、ちゅー、かわいくてごめんっていう、なんか歌をさ、撮ろうと思ったんだけどさ、マイクの設定。でも高い声って私結構苦痛じゃないんだよね。結構地声に近いからな、これ。ね。なんか高い、でもなんか実況撮ってたらだんだん低くなってきたよね。あれも。スターか。私、マジか、全然見てなかった。
下画面見てた。これのこのこさん当たるんじゃね。どうなんだろう、戻ってくるんじゃないと。ああもうダメだ、普通に落ちちゃった。さあ的当ての時間や、最後の最後的当て、当たるわけない。上から、ごめん後ろ投げちゃった。なんか歌詞見てた、中可愛くてごめんな。そしたら落ちちゃった。まあこんな感じにね、小声だったらどんな感じなのかっていうのをね、今撮ってるんですよね。ゲーム音はどうなんだろうね。マイナス10だけど、ゲーム音あんまない方がいいんかな。なんか今日、同じコース多いですね。あとゲーム音ね、普通にしたらこんぐらいです、私の場合は。いつものゲーム音、ちょっとでかいでしょ、ゲーム音が。だから、うわぁ、みんなに取られちゃった。コイン回収していこう。このさ、外側のコインがさ、いつも余ってるんだよね。あの、この子ちゃんに取られたけどね、結構お得なんだよね。でマリオサーキットって後からもう逆転できるからね。全然大丈夫よ。サンダー強いし。いいね、昨日さ。あ、ちょっと、練習してない、ここ。ちょっと適当にボタン押した、今。遠藤さんの練習。うわぁ、ちょっと待って、うわぁ、ちょっと下画面見てるとこうなっちゃうな。よし、今回ラストレースにするか。ちょっとあと思考数を変えたい。あ、良いか。ジュリエットラキスでも一応出るか。来い、ラキスの1本か。いいな、さっきのサンダーは美味しかったんだけどな、やっちゃう。ちょっと変えたいね。この日捨てとこう。なんか自分引っかかりそうだした。いや、うまいね、1位の人、やっぱり。早い早い。これ、キノコで前に行くべきか。トゲ回避されるよね。これ行きたいんだけど、のこのこさんはさ、赤コーラ持ってるからさ、デイジーさんが防いでくれたらいいんだけどさ、キノコで行った後。やばって、このノコノコ、やばいわ。出とくべきだったわ。絶対。さっきのところでさ、キノコを使ってからさ、前に出てから、2位走っとくのよかったな。わぁ、やりとるね。ちょっと変える。指向性を。ちょっと変えるように。今変える、変える。ちょっとカットしてるかもしれないけど、あの今ね、指向性をね、ほら右耳と左耳変えました。ちょっと途中カットしてるかもしれない。マイクのね、設定をね変えてました。これも一夜早いから投げて、当たってる当たってる、いけるかこれ。後ろが3台引いてくれたらなんとかいけるな。やばいか、いいよここのパワーがあるで、この時は後ろに、いい、大丈夫です、ノギオさん。これは大丈夫だ。大丈夫じゃなかった。くそ、途中で切れたか。これはもうきついなぁ。左開いてた。マジか。これパワフルいいね。どこまで上がれるんだろう。でも、要するにマイクテストをしてましたと。で、途中でさ、マイク変えるのはやあかんかったね。はい。1位の人上手かったですよ。トゲ回避して。まあ、そこは映してると思うけどね。もうちょっと、ここはレート変わんないね。いや、無理やりさっき、設定変えるんじゃなくて、6レース走ればよかったな、最初から。5レースにこだわらなかったらよかった。デスクトップ音量はそのままで、まあ、マイク、あれ、まあ、要するに、あれにしてる。右耳、左耳に聞こえるやつね。これは、トゲくる、私負けだよ、これ、普通に。で、マイク倒してて、ゲーム音がマックスみたいな感じ。これ、バナさん美味しい。マイクが。まあ、着地ドリフトの練習とかもしとこう。あ、止まってる。なんか結構いろいろ遊んでくれたからね、ありがとうございます。なんかちょっと疲れちゃったのかもしれない。休憩してるのかもしれませんね。じゃあ、このレースで終わろう。楽しかったな、チーターの人が普通に走ってくれたから、すごい楽しかった。ね、まあでもやっぱ普通に走りたくなっちゃうよね。でもいつでも休憩できるみたいな感じか。これもしかしてフレンド3節ない？どうなんだろうね。わかんないけど。でも私が合流する前も普通に走ってくれてたからね。なんか普通だなこれ。なんか3位が赤コーラとか引いてから結構なってるみたいな感じか。トゲトは多分私がゴールしたから投げるんじゃない。ここで投げるか。いや、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。今日はね、マイクテストをねやってみました。のこのこさんに戻れ。一周するのか、これが上ね。
うん、これが右耳でペチャペチャみたいな感じでこんな感じになっちゃう近くだったら、でこれが左耳ね、すごいでしょこのマイクの設定みたいなやつね、どうしようかなと思ってやってるテストでした。